はい、今どこにいるかっていうとシンガポールの、セントーサー島にいます。セントーサー島のシロソトリデという砦にいるんですけどね、そこのところで今、観察しているところです。これは日本に関係したところです。かつての日本軍です。先の大戦において、昭和16年、西暦でいうと、1941年12月8日にですね、日本軍は真珠湾基地を、で攻撃をいたしました。それともにその翌日に、アジア、マレー半島もしくはビルマ攻略ということで、軍隊をね、数名させたわけですけど、その際に、マレー半島ではマレー人の協力もあって迅速にね、イギリスを駆逐することができて、そしてシンガポールも、もう陥落間違いなしでした。そんな時に最後までイギリス軍が抵抗したところがこのシロソです。セントーサー島のねシロソ砦ということで、そちら側なんですよね。でこの辺りにその当時日本の艦隊が集結していたと思うと観光者員としてはところで、ものすごい感慨深いものがあります。歴史的な場所でございます。で皆さんぜひね、来ていただきたいと思います。そこ見てると猿がいるあそこに、今ホテルはそこの前なんですけど、一番上に猿がいますので、どうしたらあんなところって、落ちたらどうするんだろうって、うまく多分、彼ら、うまいですからね。まあ、こんな感じです。なので、皆さん、ぜひ、セントーサー島ね、日本関連しないと思うかもしれない、結構関連します。ぜひ、ここには来ていただきたいと思います。今からこちらから行こうと思ってますので、はい。すごいですよ。